Hello everyone, welcome back to another New Yusanji reaction. How are you guys? I hope you guys doing great today because today we are gonna continue our journey to New Yusanji. We are gonna continue our journey to know New Yusanji. That's what I meant. So in today's video, we are gonna react to the history of New Yusanji in 10 videos, part 1, initial step, with English subtitle. Thank you so much for the subtitle. And before we start, please consider subscribing, because if you guys subscribe, it makes me really happy. So subscribe guys. And without wasting much more time, let's us get into the video. Okay, here it is. And I'm gonna link the original video in the description down below so you guys can check it out. And without further ado, we are going in 3, 2, 1, go. ですが、皆さんが虹三次を追い始めたのはいつ頃でしょうか。虹三次は2022年2月で4周年を迎えましたが、その活動を最初から常に追い続けてきた人はおそらくそれほど多くないと思います。アニメや漫画であれば後追いでも1話からいわゆる履修をすることができますが、虹三次の活動は膨大かつ多岐にわたり、遡って全容を把握することが難しいです。そこで虹三次の4年間の歩みを独断と偏見で無理やり。 I will forcibly reconnect Niji Sanji activities over the past 4 years into a single line. Okay, here we go. We are gonna receive so much information, so get ready. 一本の線につなぎ直し、10本ぐらいの動画で分かった気になってみるというのがこのシリーズの目標です。第1回目の今回は、虹三次の黎明期、2018年の春頃までを見ていきます。それでは早速始めましょう。This is a history from one person point of view, so please forgive any of you. Okay, that's okay. And in some cases, the plot of the story takes precedent of the importance of the events and the strictness of the timeline. I will try to avoid. Okay. So maybe I'm gonna pause a lot because I need to read. So yeah. Initial step. 時はピョンチャンオリンピック開幕を目前に控えた2018年2月初旬。前年12月から続く VTuber ブームは一つの文化として定着しつつありました。そんな中、新たな VTuber プロジェクトが始動します。Okay.それが虹三次です。当初虹三次はグループではなくリリース予定のライブ配信アプリの名称でした。そしてデビュー予定のライバーは所属タレントというより。And the 虹三次 lifers were more like a beta tester for the app. Ah, okay. I know this one. I know this one too. アプリのテスターに近い存在でした。今でも虹三次公式ライバーと呼ばれるのはその名残です。虹三次アプリがリリースされれば非公式ライバーも無数に現れるはずだったわけです。虹三次アプリは当時 2D のみだったので、当然ライバーも 2D でのデビューとなりましたが、 3D が当たり前だった当時の企業勢としてはこれはかなり珍しいことでした。そのため事前の期待はそれほど高いとは言えず、好意的でない声もあったようです。そんな空気を変える最初のきっかけになったライバー、それはモイラ様でした。Twitter アカウントが始動し、初配信を数日後に控えた2月3日、突如モイラ様がフォロワー全員へのリプライを開始します。一人一人に丁寧に挨拶を行う様子が話題になり、この間もフォロワーが増えていきました。さすがに途中で断念することにはなったものの、仮眠を挟んでほぼ丸1 She replied to all the... 1日リプライは続きました。魂の200連投と呼ばれるこの出来事は今の規模から見れば小さな盛り上がりでしたが、無名だった駆け出しのプロジェクトにとっては大きな一歩となりました。
その回もあって、2月8日から9日にかけて行われた1期生の初配信には、当時の新人としては多くの視聴者が駆けつけ、2時3時は好調なスタートを切りました。ちなみにこの時配信が行われたのは YouTube ではなく、ミラティブでした。スマホ一つで簡単に VTuber になれる、という2時3時アプリの売りに対して、ある程度の知識や準備が前提になる YouTube ライブは、やや敷居が高く、同じく手軽さが売りの、ミラティブでの配信をしていた印象があります。そんな黎明期における活動内容は、基本的に雑談配信がメインでしたが、当時の VTuber にとっての登竜門だった、エンディのくだりこ面接や、ゲッティングオーバーイットは、2時3時でも流行しました。さて、突然ですが金鉱掘りと、鶴橋売りの話をご存知でしょうか。ゴールドラッシュの時代に、真に成功したのは、一攫千金を夢見て集まった金鉱掘りではなく、彼らに鶴橋を売った商人だった、というような教訓話です。そして当初の2時3時は配信料ではなく、システムを提供する側、つまり鶴橋売りを目指していたように見えます。ですが2022年の現在においても、2時3時アプリは一般提供されていません。現実は想定とは異なる方向へと、動き始めたのです。ある一人のライバーが、宣伝用の鶴橋で黄金をぶち当てたことで、2時3時の、VTuber の歴史は激変します。月のミト。そのライバーは、キリッ、気をつけ、ムカデ人間見ましたね。洗濯機の上でやってるんですよ。よく雑草食べてました。私で隠さなきゃ。月の水戸のブレイクのきっかけになったのは、デビュー翌週に本人が投稿したまとめ動画でした。生配信の見どころが切り抜き動画で広まるという、この先も続いていく流れの、先駆けとも言えます。ヨーロッパ企画というニッチなゲームチョイスや、インパクトの強い言動の数々は、真面目な学級委員という公式プロフィールを振りとした、突っ込みどころに溢れており、当時の VTuber ブームの震源地とも言えるニコニコとの親和性も相まって、瞬く間に話題になりました。そんな注目が集まっている最中の配信で、伝説的な面白ハプニングまで発生し、いよいよ目が離せなくなった多くの人が、生配信を追いかけるようになっていきます。少しメタな話になりますが、そもそもいろんな意味で作り込みが重要な VTuber は、本来であればあまり生配信向きではなく、当時でも時の空のような先駆者はいましたが、Even there were pioneers like Tokunaga, but basically video contributors were still the mainstream, yes. 基本的にはまだまだ動画勢が主流でした。2時3時アプリは技術的な面でのハードルをある程度取り払うことには成功しましたが、それでも VTuber が世界観を守りながら、生配信を行う難しさはあったと思います。そんな中現れた月の水戸は、清楚な委員長キャラとして見れば、あらは見えるものの、垣間見えてくる個性が強烈すぎるため、それはそれでキャラクターとして成立しており、むしろこうしたキャラクター性の拡張は、一つの醍醐味として楽しまれるようになりました。結果的にかなり言動の自由度が増したことで、生配信しやすい環境ができたように思います。このような変化の功罪について、2時3時オタクの立場からフェアに語るのは難しいですが、少なくとも VTuber が生配信中心の文化に移行する上では、重要なことだったと思います。Okay. そしてこれは、月の水戸の面白さあってこそ受け入れられた変化と言えるでしょう。かくして2時3時自体も知名度を増し、多くの人がそこでさらなる楽しみを見つけました。それは配信者の箱を追いかけるという楽しみです。今では考えにくいことですが、当時はまだ頑張れば全ライバーの配信を追うこともでき、本当の意味での箱推しが可能だった時代でもあります。デビュー当初から Twitter や配信コメントで、ライバー同士活発なやり取りがあり、バレンタインに行われた JK 組の配信を皮切りに、コラボ配信も行われるようになっていきます。そんな活動の様子から、少しずつ関係性を知っていき、それが変化していく過程を、リアルタイムに体感するという楽しみがありました。その点に限れば、現実のアイドルの楽しみ方に近いとも言えますが、VTuber ならではという意味では、創作活動の盛り上がりも重要だったと思います。例えば、月の水戸と言います。ニコニコの流行から派生して投稿された清楚マンは最初期の二次創作の一つですが、1ヶ月程度で100万再生を突破し、その後も多くのライバーのマッドが作られました。またわー、月の水戸をイメージして作られた楽曲ムーンが投稿されると、本人がそれを配信の中で歌い、次第に持ち歌として定番化しました。
その後もこうした間接的な共同作業で、多くのオリジナル楽曲が生まれていきます。このように特に黎明期においては、リスナーが貢献できる余地も大きく、それによる手作り感や一体感も、大きな魅力の一つでした。二次三次の活動がスタートしてから約1ヶ月後の3月5日、早くも二期生が生まれます。I know this one. I do not know the rest. 正統派から、やべえやつまで、so、バラエティ豊かでありつつ、二次三次らしい新人の登場により、一層の盛り上がりを見せていきます。中でも、剣持東也の活躍は、一つの転換点だったと言えます。Twitter アカウント始動直後から、早くもマシュマロ芸人としての活動を開始し、初配信では放送が落ちまくる災難に見舞われるも、逆に虚空配信としてネタに昇華する自力を見せ、女性 VTuber の人気が圧倒的だった当時としては、異例の勢いで頭角を現していきます。もちろん一期生によって培われた土壌や、同期との関係性もあってのことですが、やはり後の男性ライバーの躍進。But I think the role of Breakout was when considered breakthrough of male lovers later on. を考えると、剣持東也が果たした役割は大きかったと思います。かくして、二次三次はさらに勢いを増していき、okay. 4月7日にはニコ生の公式番組の中で、月の水戸が初めて 3D での配信を行いました。Ooh, この時のモデルは完成作のものでしたが、What, それが 3D の広めの出発点といえます。先駆けという意味でもう一つ忘れてはいけないのが、4月14日に突如始まった深夜の聖劇です。ゲリラにもかかわらず計11人。Despite being a sudden stream, a total 11 livers came together for the first massive collab. のライバーが集まり、初の大規模なコラボ企画になりました。お披露目や大型コラボのようなイベント感のある配信は、後に醍醐味の一つとなっていきます。ちなみに当時最も多くの視聴者を集めた配信は、月の水戸の放課後ラジオ、月の水戸ラジでしたが、okay. ある配信がついにその記録を塗り替えます。それが、水戸ラジの第2回です。この回は YouTube をバンされて、This stream attracted a lot because Suzuka Utako, who was banned from YouTube, was the guest. Okay. I think this is the yabai one. Like she always say, Oshiri mite kudasai. But maybe I'm wrong. なんと 45,000 人を超える同時接続数を叩き出し、年間を通して最大の記録になりました。こうした VTuber ブームの盛り上がりの中、4月28日からニコニコ超会議が開催されます。バーチャル YouTuber というイベントが行われ、2時3時からも JK 組が参加しました。これはリアルイベントの先駆けであるのと同時に、黎明期における一つの節目でもあったと思います。ここまでの活動を追ってきたファンにとって、いろんな意味で感慨深いものがありました。アプリの PR として、見た目も属性もバラバラのメンバーが集まって始まった2時3時は、決まった色がないからこその自由さが魅力の人気グループへと成長しました。ここからさらに多様な可能性を模索して新たな種がまかれていきますが、それは次回の動画で見ていくことにしましょう。かくして黎明期を駆け抜けた二次三次に最初の夏がやってきます。いやー終わりだー、終わりの時間だー、じゃあねバイバイ。That was awesome, man. That's a lot of information to process, but that's okay with me because I'm trying to know Niji Sanji more because I'm gonna make it balance from her life side and Niji Sanji's side. So I'm excited for the next part though.I'm gonna react it in the next video, I think. And I think that's it for today's Niji Sanji video. If you like the video, give it a like. If you don't like the video, give it a subscribe. I think I'll see you guys in the next video. Bye bye!